鳴神島の夏の象徴？ん？なんでそないなこと聞くんや？トーマのやつに言われたんか？せやったら周りの人に聞いてみ。鳴神島の夏の象徴か。その答えはそうだね。誰もが知っていることだろう。答えは分かったか？ものなんかじゃないさ。彼女がいなかったらつまらない夏になっちゃう。もちろんあの子さ。そう、鳴神島の夏の象徴はな、結局何だったんだよ。